西暦1999年、地球に謎の巨大戦艦が落下した。地球外知的生命体の存在におののいた人類は、仮想敵に対抗しうる力を持つべく、この戦艦を修復、改造していった。10年の歳月を費やして完成した船は、SDF-1 と名付けられ、宇宙へと旅立とうとしていた。第3次防衛ラインの突破、南アタリア島に向け高速接近中、スカル、エンジェル、アポロ各小隊は直ちに発進して SDF-1 を防護せよ。繰り返し、SDF-1 を防護せよ。西暦1999年、地球に謎の巨大戦艦が落下した。地球外知的生命体の存在におののいた人類は、仮想敵に対抗しうる力を持つべく、この戦艦を修復、改造していった。10年の歳月を費やして完成した船は、SDF-1 と名付けられ、宇宙へと旅立とうとしていた。第3次防衛ラインの突破、南アタリア島に向け高速接近中、スカル、エンジェル、アポロ各小隊は直ちに発進して SDF-1 を防護せよ。繰り返し、 SDF-1 を防護せよ。
対一撃だと。よく聞け、ひよっこども。SDSは民間人が多数避難して絶対に守りきれ。フォーメーション威力ない、行くぞ。了解。敵の戦闘地が出てくるぞ。ダンスな。はい、地上にも敵があります。何なんだこいつら。に次ぐ本艦はこれよりホールド体制に入る。繰り返す。本艦はこれよりホールド体制に入る。ホールド？本気か？
マクロスは超空間工法フォールドの失敗により冥王星軌道へと飛ばされてしまった。その中には異星人の攻撃を逃れて船内に逃げ込んだ多くの一般市民たちがいた。地球で生き別れた者たちと再び出会い、大地に立つために彼らはマクロスの中に町を作り地球を目指した。そんな中に一人のアイドルがいた。デルタワンより光るエンジェルアポロ招待各機へ。スポーツ修正 BOA プラス A15 30秒後に射程圏内に入り迎撃体系に移れ。スカルリーダーより各機へ。聞いての通りだ。これより迎撃フォーメーションセブンティーンに移る。いな。ロングレンジミサイルスタンバイ。喜ぶのはまだ早いぞ。相対速度を合わせ迎撃体制に移る。電気散開して逆加速に移れ。
エリア108に大型戦艦出現。え、こっちの敵はおとりか。侵入してるんだ。黙ってられるか。艦内に入って敵を撃破する。起動。ちょっと待ってよ。閉鎖区画から何とか救出されたヒカルとミンメイ。しかし二人を待ち受けていたのは芸能スキャンダルの集中攻撃だった。ゼントラーディのブリ隊はマクロスで男と女のマイクローンが共存している事実に驚愕した。ゼントラーディは男だけの種族で、女だけのメルトランディと交戦中だったのだ。ブリ隊から報告を受けたゴルグ・ボドルザー総司令は直ちにマクロスの捕獲を命じた。
デルタワンより全防衛隊へ。未確認のエネルギー反応急速接近中。至急確認願います。おいヒカル、お前本当に民命ちゃんと何にもなかったのか。ほんとほんと、とぼけちゃって。僕は一条先輩を信じてます。おとさんのお出ました。みんな気を引き締めていけ。エネルギー反応？敵大型戦艦本艦に向けて急速接近中。これよりピンポイントバリア使用によるアームドアタックを敢行します。スカル、エンゼル、アポロ小隊は直ちに帰還してアーマードバルキリーに感想を願います。
全艦突入線スタンバイ。全艦突入線スタンバイ。総員、敵艦突入時の衝撃に備えよ。アームドアタック。艦正体は敵艦動力源を破壊し、速やかに脱出せよ。目標は敵艦のど真ん中だ。気合い入れていけ。それでは先輩、また会いましょう。退去してください。マスコミに追われて疲れた民兵は、憂さ晴らしに光をデートに誘い出した。束の間の平和を
時を忘れて楽しむ二人。そんな中で立ち寄った展望台で土星の美しさに目を見張る民名。光は彼女のためにバルキリーによるスペシャルフライトを思いつく。カルたちはゼントラーディ軍の捕虜となり尋問を受けることになる。なぜ男と女が一緒にいられるのか、なぜ自分たちより小さいのかと、全く文化形態の違うブリ隊の質問にヒカルたちは戸惑いを隠せない。尋問が続く中、民名とカイフンはブリ隊たちにキスをして見せなければならなくなる。そう、ゼントラーディにはキスの概念がなかったんだ。光、ランポットだ。持ってけ。マーカメリア・テレルケ・マドラスでアルケス。女だ。男と女が戦っている。
今のうちに脱出だ。ホルトギルツマイクライ。うわ先輩、来るな。ミンメを助けに行くんだ。によろしくな。先輩、いけないわ。少佐の死を無駄にしては。ミンメイさんには発信機を取り付けてあります。反応の方へ向かってください。その壁の向こうにいるはずよ。光る！あ！これは！ボールドだわ！この缶がボールドしようとしている！みんな！ヒカルとミサはマクロスに帰還した。ミサからの地球全滅の報告にグローバル艦長は瞑目した。そしてヒカルはフォッカーの婚約者クローディアに悲しい知らせを告げたのだった。ロイは立派だった。はい、ありがとう。それで十分よ。
敵機捕食。エリア27より海面付近を接近中。女性ばかりのメルトランディのものと推定される。女ばかり？そりゃいいや。女だからって甘く見るなよ。あいつら、下手すらゼントランディより手強いぞ。そいつは面白い。面白い？どうしたんです、一条君。急に臆病風吹かしちゃって。何？バックス隊長の言う通り。もしかすると、女ができたせいかな？タクダキ！プロトカルチャー。
とても強力なエネルギー反応を含み、注意してください。退却いたしました。ボダンツ、このミーゾーンに民名が言っていたカーシが揃え、メルトランを降伏させられた。艦隊よりマクロスへ、これより機関を連合する。プロトカルチャーの文化を失うわけには参りません。林民兵の歌を聴く全ての者に告げる。我らの敵はただ一つ、踊る踊る座を倒し、再び文化を取り戻すのだ。デルトランに叱るのこれより反応弾の使用を許可します。攻撃は各自の特別の判断に委ねます。Thank you.
ても強力なエネルギー反応を含み、注意してください。なんだこれ？Thank you.
艦してください。デルタ1より全軍に告ぐ。本艦はこれよりボドル残艦に対し突入攻撃を開始する。各機フォーメーションを整え、民命サウンドの開始を待て。民命さん、もう一度お願いします。もちろん。民命サウンド、スタンバイ。光、届いて、届いて、私の歌。